にちは。東京で飛行機とすれ違いましたけど、わかりますか？これは難しいよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、皆さんのご意見お願いします。ご意見は下のコメント欄にお寄せください。これからもよろしくお願いします。